着物アート巡りへようこそ。突然ですが、オーケストラ鑑賞に着物で出かけたいけれど初めてで勝手がわからない、駆け出しの和装で休憩中のトイレや身の回り品の取り扱いが心配、2時間の鑑賞、和装で大変ではないかしら。そんな思いを抱えながらなかなか行動に移せていない方いませんか？これは着物で外出を楽しんで10年ほどになる私が、お出かけ先として主にコンサートホールを取り上げて、和装目線でのコンサートホール解説をするチャンネルです。和服に限らず洋服でのお出かけにも役立つ情報かもしれませんので見てみてくださいね。同時にお出かけに合わせたコーディネートの組み立てもご紹介していく予定です。もともとクラシック音楽鑑賞が大好きだったところに和装を始めたことで、演奏会にも着物で出かけたいと考えるようになりました。でも和装に不慣れな初期や悪天候の日などは、足元の心配にコートをまとうなど荷物が多くてとても大変。果たしてこのホール和服で苦労しないかなと思うことばかりだったのです。初めて出かけるホールなら、公式サイトの確認はもちろん、口コミを探してみたり、最後はホールに電話をかけて問い合わせてみたりと、一歩踏み出すまでにいろいろな準備と心構えが必要でした。そしてある時から着物で出かけている先々のコンサートホールについて記録を残すようになったのは理由があります。着物が大好きで、たくさん装いたくて、でもどんな場所だったら大丈夫なのかわからない、だから二の足を踏んでしまっている、そんな思いを抱いている人が同じようにいるならば、一歩踏み出す勇気につなげられるかもしれないと思ったからです。この思いでこれから少しずつ、まずは過去に記録してきた内容と写真を中心に動画をアップロードしていきます。ごく限られた興味の世界観とは思いますが、和装がカジュアルな日常着の選択肢として愛されていくように、私ができるアプローチで魅力をお伝えしていきます。なお、このチャンネルでは一般的に通じやすい着物という言葉に加えて、和服、和装という表現を併用します。それでは次回の動画をお楽しみに。